どうも大好きです。何が？実は僕昔からアイドルとかあんまり好きになったことがなくて、世代的に言えば AKB のね、あの前田あっちゃんとかがいて、あ、なんかみんなすごいなみたいな、ガラケーのさ AKB のゲームとかやってる友達とかいたんですけど、僕はね全然あんま分かんなくて、好きな子とか好きなタイプをね言うのがね恥ずかしかったのかな。可愛いなって思うことがあっても口に出すのが恥ずかしいみたいな、まあそんな感じで、僕動画でもねあんま好きなタイプとかやってこなかったと思うんですけど、そんな僕に春が来まして、ドタイプな子が、あ、来たと思って、誰かと言いますと、金子美優ちゃんっていう子なんですけど、たまたま TikTok 開いたんですよ。で、僕あんまね、TikTok 見ないんで、久しぶりに見たら、なんか広告流れるようになってたじゃないですか。で、なんでこれと思って、チョコプラさんとやってる目薬の広告で流れてきて、あ、なんかこの子可愛いな、みたいな。なんか普通に、ああ、声来たな、と思って、なんか可愛いと思って、誰だこの人と思って、調べてみたら、200万人いる女の子で、すげえと思って、僕なんか10万人続きみたいな感じで見て。で、この間ね、インスタのフォロー欄を確認してたんですよ。そしたらね、金子美優ちゃんフォローしててくれてて、マジでと思って、僕みたいに男女比が 8.5 対 1.5 みたいな、うっちみたいなチャンネルに、なんでしたらと思って、これもしかしたら会えるんじゃねって思いまして、でもさ、僕さ会いたいんだけど DM とかでさ、なんかそういうのメッセージがさ苦手というか、出会い系アプリとかも全然あのフィットしないんで、ここで登場なのがウームというところなんですね。僕が所属してるウームのねバリーナ佐々木にお願いして、ウームの力でなんとかしてくださいって言って、あっちの事務所に交渉してくれて、福岡で会えることになりました。よーし、ウームはめちゃめちゃいい学校です。あ、違う、会長高専です。あ、ということで今から福岡に行くという動画です。初めて福岡行くんですけど、あの金子美優ちゃんがね福岡のリンクっていうアイドルグループのメンバーなんで、僕ずっと前から福岡行きたいと思ってたんですけど、なかなか行くタイミングがなくて、仙台に似てるっていうじゃないですか。まあ、仙台よりもさすがに都会だと思うけど、地元となんか似てるって聞いたから嬉しくなっちゃって、これからは行きたいところを仕事という体で行って全部経費で行く、よしっていう、そういうの、そういう戦略で行きます。やったぜ、 YouTuber 最高で、こちらさすがにいつもうちみたいな格好なので、可愛い子に会いに行くんだったらちゃんとした服にしなきゃいけないっていうことで、僕は頼みました、晴れ大先生に。晴れ大先生わかりますか？春子とかにあるさ、大学生ぐらいが着るようなブランドね。僕わかんなくて服ね。店員さんに、もう全部お願いしますって言って、福岡に会いに行きますって言って、あ、わかりましたって言ってね、ちょっとあの、コーデしてもらいました。こちら買いました。あのね、T シャツしかないから、まずシャツを買おうかなと思って、あの、無難な格好で行きましょうということで。飛行機の出発がさ、9時なんですよ。で、今8時なんで、全然間に合わない。急がないと。やばい。よし。今ね、あの羽田空港着いたんですけど、はい、間に合わせでした。あ、よねー、マジでミスだ、ほんと。あー、クソデカため息ということで、じゃあ編集とかして待ってます。はい、で今12時51分ギリギリアウト、よし。今ね、事務所の方にもう今いるらしいんで、ちょっと行こうと思います。よし。あ、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。お願いします。はい、めっちゃレンジ汚れてますね。そうこれ汚いなと思って、可愛いですね。あ、すいません。顔白いね。いやということで、僕のこと前フォローしてくれてた、はい、なんで知ってんの？なんか YouTube 見てて、おすすめに出てきて、あのたこ焼きのやつが。ああ、で、みえがフォローした時ぐらいにインスタの存在を知ったんですよね。だけん、あ、もうフォローしようと思ってしました。あ、そうなんだ。いや、なんかインスタのフォローリストみたいな見た時に通知来るじゃん、なんかフォローしてくれたら来るはずなのに、はいはい、なんか来てないなと思って、でもそうそう来てもいい頃だなと思ったら、本当に来てて、あ、来た来たと思って、そうあ、やった、じゃあ話せんじゃんと思って。福岡に来ましたもんね、だって。あ、そうそのために福岡に来て。すごい、うん、すごすぎる。いつもみえが行く方だから。あー、大変だ。でも前のなんかいろんなライブとかでも大阪行ったり東京行ったりとか、うん、いろいろしてたんだね。すごい、一回見に来ましたもんね。あ、そう前六本木で、あれ家から徒歩で行けるん、もうぐらいで遊ぶ。六本木に住んでる。そうあ、六本木ってか、そんなん言っていいんですか？あ、もうフリスバイ系 YouTuber だから。やばい。そうで、そこにいて食べました、マカロンを。あ、はい、食べました、マカロン。美味しかった。僕は食べてないです。あ、それ。あ、そうあ、それでお腹空きました。うん、なのでお弁当食べたいなと思って、勝手に僕が博多名物食べたいからそれに付き合ってくれっていうことで。いえいえ、食べましょう、うん、いいんですか、私も。ということで、いや、いいあれですか、いつも食べるんですか、明太子は？明太子マジで食べますね。福岡にずっといるから、東京にいた時にちょっと薄いって感じちゃいます。へぇ、寿司とか醤油が甘口濃いめ九州醤油って感じだから、東京行って寿司屋行って醤油つけるとちょっと薄口じゃないですか。ああ、確かに東京と仙台って結構、あ、仙台なんだけど、そう、東京仙台結構味が似てるから、醤油薄口っての分かんないかも。確か普通だなって感じ。ああ、どうぞ。あ、ごめんなさい、どうぞ。あ、じゃあこれどうぞ。あ、どうぞ。美味しそう。明太子のお弁当、こういうのは食べない？食べないです。ああ、なんかヨークベリマルにあるあの明太子みたいな、あ、なんかあのザ明太子みたいなやつを買います。あれ8本入りとか。あ、そうです。そうなんだ。お、すごい。
え、すごっ、ウインナーみたい。いきます。いただきます。あ、これがその噂の福岡味。醤油ですか。うん、いや醤油でしょ。違う、あ、醤油じゃない、うん、あ、全部かけちゃった。あ、全部かけちゃった。あ、じゃあ、俺も福岡人。あ、あ、どうぞ。あの、もう一個って。あ、なったので。あ、そうそう、ぜひぜひ。食べましょう、一緒に。はい、そうそう。あ、細っ。これ博多だから？いや、わかんない。あ、かけない、かけない。え、こんな細い箸見たことないけど。え、いや、え、普通じゃないですか、こういう割り箸。え、これ、いやいや、人生で一回も見たことない。え、こういう形ですか？うんうんうん。あ、俺のピントいいんだよ。うん。これもいいじゃん。はい。よしよし。あ、いただきます。いただきます。え、うまっ。うん。うん、2003年生まれだから5歳下、小1の時小6っていう、うーん、24だから24歳だから、米ドットとかも同じ年。あ、同じ年なんですね。そう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 、うーん、コラボしてましたよね。あ、そうそうそう、やったやった。あ、やった。 TikToker とか全然分からない、分からないっていうか、その、俺とか分かんねえだと思ってたから、うん、全然。ライブ来てたじゃないですか。はい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 。その時にカッツーって名前じゃなくて、そのちっちゃいツが入ってる誰かとは分かってたから、みんな、うん、カッシーとか、なんかめっちゃ名前覚えられてなかったです。なるほどね。舞台裏に行って、ちょっと手土産だけ渡したんですけど、その時みんな、え、みたいな、誰みたいな、え、カメラマンさんですかみたいな、違う、なんでカメラさんが急に、じゃじゃばってくんだろうって。言ってましたね。初めてああいうライブ、はい、アイドル系のやつ行って、はい、なんか思ったよりマジでやってるというか、踊りがやばいから。そうそう、知らないんですよ、多分。ミユのことを知ってくれる人って、うん、TikTok とかから来るから、うん、アイドルしてるっていう肩書きしか知らない。ああ、してる姿はみんな見たことないから。いや、そう、それを思って今日動画撮りたかったのは、ご飯食べてちょっと落ち着いてから踊りを見たいというか、なんか俺の陸上の現役時代より動いてんなと思って、あの20分間で。いやいや、バケモンみたいな踊り方それはそういうところをちょっと映したいなっていう。だから後半僕がその教えをこうっていう。いける、ダンス教えられる。あ、教えれます、うん、教えるってこと。はい、そう、ここがダンススタジオだから、うん、ちょっとバディをこんな感じで、ほらほらやってる。仙台って寒いですか、やっぱり。あ、まあそうだ、こっちに比べたら多分めっちゃ寒いかもしれない。猛暑日多そう。うん、めっちゃ暑いです。アイドル自体16歳ぐらいから中3。あ、中3。あ、そうそう、中3でやってたんだ。いや、知らん知らんって。2003年って言ったらジラーチの年だから、わかんないでしょ、ジラーチ。ジラーチ、うん、何のポケモンは知ってる。ああ、そう、ポケモンの世代で大体わかるかなと思って、なんかやってないんだね。終了です。ふっちゃま、ふっちゃま好きなだけなんですね。あ、そうなんだ。ピカチュウとかもちろんわかりますよ。ああ、何を知ってるの。何を知ってる。そう、リコリコ。あ、はい、リコリコ見ました。なんかめっちゃ髪が明るい時期があって、みゆその時にちさとっぽいって言われたから見ようと思って見たら全然似てなかったです。ああ、性格でも似てそうじゃない。あ、元気系みたいな。そう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 、うん、見た目はなんか黒い方が好きなんだけど、性格は明るい方が好きっていうか、え、じゃあ黒髪ロングが好きなんですか。ロング、まあ短い、そのくらいの髪型。じゃあミエが長い時代の頃知らないってことですね。あ、なんか画像で見たけど多分結構前かもしれない。はい、2年以上前、うん、今の方が似合ってるとは言われますけど。年下だったら元気な子が可愛いなと思ってて、ルナちゃんとか、はいはい、とかは結構元気な子というか、うん、そうで、同い年ぐらいだとまあなんか上みたいな、うん、年上はお姉さんみたいな話だけど、うん、まさに金子美優ちゃん、すごい。なんかよくデートしてません、ルナちゃん。ああ、はいはい、よく、まあ2回ぐらいしか会ってないけど。そう、よくデートしてるイメージ。そう、最近よく言われるけど、言うて2回しか会ったことない。そう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 。あ、そう、博多弁を今日聞きたくて、トトトトトトトっていう。多いな。あ、トトトト。トトトトは？いや、トトトですよ。モットトとか。持ってるの？そう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 。じゃあ、トー5回ぐらいやつは？おっとっと？おっとっと。ああ、おっとっと。ここ博多弁。なんか東京に染まったねって言われました。話し方で？うん。あ、それはあるかもしれない、確かに。変わったねみたいな。福岡もだって都会じゃないの？都会のイメージだから。うん。染まったも何も都会だから。あ、でも三重の生まれが田舎の方なんですよ。北九州みたいな。あ、はい、そっち寄りです。めちゃめちゃ田んぼみたいなとこだったんで。あ、そうなんだ。そう。田んぼから出てくる顔じゃないけどね。いや。まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。褒めてるみたいな、その顔。褒め上手ですよね。あ、そう、適当に言ってると思う。言われる。じゃあ分かってなくて言ってるってこと。そうそうそう。ダメじゃないですか。あ、そう、ダメだ。おだだ、おだだ、おだーす。ダメ。何してますか、プライベート。プライベート、パチンコ。あ、ダメだ、金子ミュー。あ、ミュー、パチンコ台になったんですよ。え、 CR 金子ミュー。いや、リンク、リンク。あ、リンク、CR リンク。6人の時代があって、リンクが。で、その時ミュー、クソ髪長いんですけど、はいはい、中3とかの時、うんうんうん、のやつが今年出た。高乙女の、なんか、え、ハイミドリ、なんかパンダ、パンダのやつ、うん、あ、あの会社のやつか、なんかボタンがあって、あ、はいはい、すごいすごい。で、それになりました。え、今年、
はい、だからあるんですよ、モードが、ミコモードみたいな、うん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 、でそれにしたら、ミイダシはラッシュの時に出ます。ああ、そうなんだ、ちゃんと知ってる。やりましたもん、その企画で。ああ、そうなんだ。こうやって、左打ち、右打ちみたいな。あ、そう、継続率は、え、わかんないわかんない、マジ友達いないんですよね。それこそ高校から変わったから、高校が一緒な中学の同級生とかもいなかったし、あ、ガラッと高校から変わった上に、そっからもういろんなことしてたから、そうです、そうです、だからもう青春みたいなの見えできてなくて。あ、そうなんだ。体育祭とか文化祭も出てなくて一回も。え、そうなの。高校時代出席日数は取れてたんですけど、はいはい、やっぱ体育祭とか文化祭とかって土日じゃないですか、うんうん、まあ毎回ライブだったりとかあるから、イベントとかが、ああ、そっか。だからまあ出れないっていうので、うん、あんま行かなかったら友達もできないじゃないですか、うんうん、だからもう高校でもできず。そうなんだ。え、夏祭りとかは行った？うん、行きたい、マジで。あ、そうなんだ。でも行く人が本当にいない、メンバーしかいないんですよ、だから本当に。うん、そうなんだ。意外と活動者ってそういう人が多いかもしれないね、うん、結構キラキラしてるから、さすがに金子美優ちゃんはそういうのなんか全部やってきてるだろうって感じだったから。あ、中学の時はありますよ。いや、そりゃそうだね、その地元の小さい祭りみたいな。ああ、あ、それでなんかヤンキーとかで、そんな、いや、やっ、な、ないないない、うん、俺に一緒ついてこいみたいな、ない、ない、ない、あ、ないんだ。だから、性格知るまでの仲になれない、仲良く ならないです。ちょっと話すぐらいで終わるから。男友達みたいなのも少ないから、はいはい、急に伸びたから連絡、急にってか伸びてきて連絡するみたいな、今度ドライブ行かなみたいな、うん、なんか免許取ったから、ちょうど免許取ったよぐらいの年じゃないですか、18って、うんうん、だからなんか一緒にドライブ行こうぜみたいな、ドライブ行かんはてな笑みたいな、何笑ってんねん何笑そう、めちゃめちゃ、いや、ちょっと忙しくて無理で普通に断りてます。あ、そうなんだ。同じような悩み抱えてた。俺だって出会いの場に借りに行ったとしても、やっぱ知られてることとかも増えてきて、うんうん、対等のあれでしもできないから、うん、もうその時点でもうゲームセットっていう、ね、そうそうそう。なんか知られてる分、それが下がることしかないんだろうなって思うから、理想だから、うん、だから知らない人がいい。そう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 、それはめっちゃそう、全く知らない人にやろうとしても、今度その相手に見されるってさ、単純に、あの気持ち悪いと思わないと、何これちょっと、あ、おでーってあ、そうですか、はい、そうです、終了ですそう、でもめちゃめちゃ気持ちわかる、それ、うん、アイスケアとか行かないもん、あ、そうか、まだだもんね、年。アイスケアとかわかんないです、何それですか。え、あの、あれですよね、2対2みたいな。あ、そうそう、合法的にマッチングするっていう。で、その2対2のうちのこっちの2を集めらんなくて、あ、これ、ね、4人で行動するんですか。いや、まあ、1人でもいいし、男を2人で行って、うん、そこにいる2人の人とマッチングするとか、男1人行ったら女の人1人で合コンみたいな。そうそうそう、うん、って言ってもやっぱ店員さんとかに話しかけたらおしまいだし、あいつ何してんのみたいな。うわー、嫌だ、嫌だ、嫌だと思って。え、でも何もできなくないですよ、そしたら。そう、終了。だからもう勝ち事もあるんだけど、それがもう見知らぬおっさんとやってたら、でも楽しいんですよね。まあ悲しいなって、もう飽きた、さすがにもういいだろうって感じ途中から、なんでこんなおっさんたちと遊んでんだろうって思い始めて。でもそしたらあれじゃないです、デートする場所とかめっちゃ考えません？ああ、でもこの年になったらもう飲みとかの方が早いから、それでバレてもいいんですか？あ、それは別に、だって別に俺が誰か女の子と遊んでてもどうでもいいって思うから、視聴者がだからね、そう、どうでもいいなっていう、いつもだってコメントいっぱい来てますよ、インテルさんみたいな、みんな俺のこといじめてストーリーがいつもそう。あ、そう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 、そう、あれね、マジであれ本当にすぐ来るからね、そういう扱いされてるんですか。あ、そうそう、みんなもう視聴者これに厳しいから、ちょっと待って、これ唇の色がなくなってしまった。ダンスまで一度休もうということで、はい、誕生日近いんですよね。あ、はい、ということで誕生日プレゼント、ありがとうございます。全然ブランド品とかじゃないから、あの、ちゃんこのあれなんですけど、初めて1番目です。あ、やったやったやった。女の子にあげるって言っても何あげればいいか分かんないから、はい、知り合いの美容に詳しい人に聞いて、はい、あんまり邪魔にならないけど最近いい感じだよみたいなのを探しました。あ、ちょっとあげてもらって、はい、スキッチンだ。そうそう、あと青だから青にした。え、ちゃんとこだわってるんですね。いや、これはたまたまでした。あ、たまたま。あ、そうそう。え、何、はい、それはかわいい化粧水パッド。あ、ペタにこうやって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 つける、渋谷店限定のラッピング、ラッピングかな。あ、ラッピングが、あ、そうそう、ラッピング、そうそう、肌の相性とかあるから大丈夫かなと思ったけど、それはやっぱ SNS でまあまあ人気っぽいから。え、え、嬉しい、嬉しい、よかったですか。はい、やった、よかった、よかった、ありがとうございます。喜んで、喜んで、やったね。あ、じゃあこれと、あともう一つこのデデポール、おしゃれですね、紺色だなって、うわ、アルコールジェル。そう、アルコールジェルでめっちゃ使えるじゃないですか。そうそうそう、あの、使ってみてくださいって言われてすごく良かったから、これめっちゃあるじゃん、シューってやってやると、普通に、まあ普通にやると、はい、なんかサラサラするなっていう、あ
そうそう、してちょっと、あ、めっちゃいい匂い。そう、ちょっと匂い、あ、ちょっと、いい匂いだ、めっちゃいい匂い。そうそうそう、あんまベタベタしないからいいですね。そう、手がサワサワして、これでね、これ野郎も倒せるんで。めっちゃいい匂い、嬉しい、ありがとうございます。遠方でも使えると思うんで、っていう先生です。めっちゃいいじゃないですか。いいですか。はい、ナイス先生。よかった、その女の人に感謝。そう、俺はわかんない。でも最終選んだのはそうです。まあそうですね、その中でいっぱいパパーってあの、うろうろして選びました。いっぱい選びました。フロアに一人で、なんだこいつみたいな。バチガイな、資生堂みたいな、後世みたいな、平野克也。後世、平野克也。俺関係ないのになんかファンデーション。あ、塗られたんですか。いや、塗ってないです。塗ってないんだ。やったえ、ありがとうございます。はいはいはい。やっぱちっちゃいな、体も俺の5分の1ぐらいですね。そんなことない。じゃあ普段は家で踊ってるの。全く、うん、そうそう。いや、練習が週に2回以上は絶対あるんで、うん、そこでですね。ボイトレはする。あ、します。でも先生が各週ごとにメンバーがランダムで振り分けられてて、うん、やるって感じです。だからもう他の人は自主練とかですね、多分。あ、そうなの。ボイトレはブーみたいな、ブーみたいな。あ、します。リプロール、ブー。あ、します。そう、一時期やっててボイトレ。いや、そう、歌を歌わなきゃいけない時があって、はい、普通に音楽2ぐらいの音痴だから、はい、人がギリギリ聞けないぐらいまで上げなきゃいけないなと思って、はい、頑張って、そう、仙台に住んでる時にやってた、はい。その時あのペットボトルがブーってするみたいな、ブー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 ってやって、それと今ブーできなくなったけど、ストローでブクブクってやるっていう。何歌ったんですか。え、愛にできることはまだあるから。すごい。いや、逆にやる。じゃあ歌います。あ、お願いします。え、俺が。あ、そう、愛にできることはまだあるかい。あ、本当しまった。うまいですよ。じゃあ踊りましょう。はい、これでーす。あ、ちょっとね、私、体硬いんで。あれ、あの、体硬い。めっちゃ硬い。え、柔らかいですか。あ、体、多分柔らかいから。えっ、ゆる。あ、そうなんだ。気持ち悪いですね。あ、そうか、気持ち悪い。あ、そう。え、生まれつき、なんか足が柔らかいらしくて。これしましょう。ほうほう。で、うん、パッパ。うん、で、うん、パッパ。はい。よし。ありがとうございました。ありがとうございました。使いました。はい、使いました。でも一番気になったことはハンターハンターだなっていう。携帯が。そうそうそう。ハンターハンター好き。あ、そうなの。好きなキルアは何ですか。キルアです。うん、あ、好きなキルアはキルア。いや、あの、ナルカミの。あ、ナルカミ好きです、ね。あ、そう、素晴らしい。あ、そう、ここったやつ。あの、ここのシーンも好きです。あー。針抜いた時。あの、あ、いるか。あ、それね。俺、あの、あっちょっと思った。あの、魚刺したほうだと。あー、いや、あ、そっちも好きですけど。ちょっと見ます。はい、急にハンターハンターが一番盛り上がったということで。そういうふうに。はい。福岡、あと、行っといた方がいいところとかある。福岡結構グルメなので、うんうん、美味しい食べ物を食べてほしいのと、糸島とかは海がめっちゃ綺麗です。あ、場所糸島市。うんうん、じゃあぜひ行きます。あと通りも買わなきゃいけないんで。あ、通り、麺べも美味しいです。麺べ、明太子のせんべい。ああ、じゃあちょっと食べてください。あと、うまかっちゃん食べてください。うまかっちゃん、こちらもおかしい。いや、インスタントラーメン。ああ、じゃあうまかっちゃん、マジで美味しいです、うまかっちゃん。じゃあうまかっちゃん食べます。あの、今から夜の街で頑張って遊んできます。はい、じゃあなら、はい、俺でーす。イエーイ。オッケーです。